フレデリック・チャールズ・フリーマンは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、ファウンテンバレー出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のアトランタ・ブレーブス所属。両親は共に、カナダ出身。2007年の MLB ドラフト2巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。2010年は、トリプル A 級、グーインネット・ブレーブスで打率。319。 18本塁打、87打点、オプス898という成績を残し、9月1日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。9月21日のフィラデルフィアフィリーズ戦でロイ・ハラデーからメジャー初本塁打を放った。オフにはベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、ブレーブスの選手ではフリオテヘランに次ぐ2位、マイナー全体では17位の評価を受けた。 2011年は開幕からブレーブスの小一類種に定着。4月は月間打率225と不振だったが5月以降は調子を上げ7月18日には打点が50に達した。これはブレーブスのルーキーとしては1954年のハンク・アーロンに並ぶ歴代最速体であった。7月は打率362、6本類だ。 オプス1.033を記録し、ナリーグの月間最優秀新人に選ばれた。最終的な打撃成績は、157試合に出場して、打率28、282、21本塁が、76打点だった。新人王の投票では、チームメイトのクレイグ・キンブレルに次ぐ2位に入った。2012年は打率を、259に落としたが、本塁打は、 前年を上回る23本を記録した。また、得点と打点でも自己ベストを更新した。2013年は開幕早々に故障者リスト入りして出遅れたが、復帰後は校長を維持。得点圏では非常によく打ち、得点圏打率443.109打点はいずれもなリーグ2位だった。 これらの活躍が評価され、シーズン後の MVP 投票では5位にランクインした。2014年2月4日に、ブレーブスと総額1億3000万ドルの8年契約に合意した。前半戦は調子を維持して2年連続で、オールスターゲームにも選出された。後半戦はやや調子を落とし、レギュラー定着後では初めて20本塁打未満に終わったが、 全162試合に3番1塁手で出場し、出塁数リーグ1位を記録した。2015年は相次ぐ故障に見舞われたため、118試合の出場に止まり、レギュラー定着後では初めて規定打席到達を逃した。打撃面では通算100本塁打を達成したが、打率276、18本塁打、66打点に終わった。 守備では4失策、守備率996だった。2016年は6月15日の新シシナティレッツ戦でサイクルアンダを達成した。オールスターゲームブレイク期間中の7月12日に悪性のホクロの除去手術を受けた。早期発見のため大事には至らず、故障者リスト入りもしなかった。後半戦の開幕には3番ファーストでスタメン出場した。 9月28日のフィラデルフィアフィリーズでは2打数1、安打をマークし、この年のメジャー最長となる30試合連続安打、またジェイソン・ワースに並ぶ46試合連続出塁を記録した。最終的に158試合に出場し、打率302.34本塁打、91打点とキャリアハイの成績を残した。43二塁打、63塁打を放って、 長打数はリーグ1位だった。2017年はシーズン開幕前の2月8日に第4回ワールドベースボールクラシックのカナダ代表に選出された。シーズンでは5月17日のトロントブルージェイズ戦でアーロン・ループから支給を受けて左手首を骨折し、その後1ヶ月半を欠場した。復帰後はフリーマンの長期離脱を見据えて移籍してきた。 マット・アダムスか一類種を務めた関係で、三類種に配置転換された。8月2日以降は、オジーアル・ビーズが、正二類種となり、ブランドン・フィリップスが三類種に、コンバートされたことに伴い、アダムスが左翼種に配置転換され、フリーマンは、本来の一類種としての起用に復帰した。打率、3 7 2 8本類が、71打点などを、記録、オフに、 レーシック手術を受けた。2018年は4年ぶりのオールスターゲーム及び初の本塁打競争に選出された。最終的に自身2度目の全162試合に出場し、打率309.191安打、44二塁打、23本塁打、98打点を記録。自身5年ぶりとなったポストシーズンではディビジョンシリーズの 第3戦で自身初本塁打かつこの試合の決勝本塁打を記録して勝利に貢献したがその後1勝3敗で敗退した。オフにはゴールドグラブ賞を初めて受賞した。2019年はオールスターにも出場した。最終的には158試合に出場して打率295、38本塁打、121打点の成績を残した。 この年のディビジョンシリーズで敗退した後、国局除去手術を受けた。オフにはシルバースラッガー賞を初受賞した。2020年は COVID-19 の影響で60試合の短縮シーズンとなり、自身もキャンプ前の検査で陽性反応が示された。他にも陽性だった選手はいたが、高熱や嗅覚喪失の症状に苦しんだのは彼一人だった。それでも開幕には間に合い。 全60試合に出場。7月こそ打率259に止まったが8月中旬により上昇し、9月にはプレイヤーオブザマンスに選ばれた。また、9月4日のワシントンナショナルズ戦で自身初の満塁本塁打を打つと、2日後にも記録した。9月9日のマイアミマーリンズ戦で通算1500アンダに到達。打率341。34 13本類打、53打点を記録した。得点と2類打はリーグトップだった。2021年は7月1日に通算5度目、ファン投票では3度目となるオールスターゲームに選出された。オールスターゲーム前日の7月12日に4番1類種で先発出場することが発表された。八月十八日のマイアミマーリンズ戦で二度目の サイクルヒットを達成。一類種の複数回達成は MLB 史上5人目。2000年11歳の頃に母親を皮膚癌で亡くしており、それ以来自身も定期検診を受けてきた。本人曰く癌の家系だという。2016年に悪性のホクロが発見され、オールスターゲームの期間中に手術を受けた。手術自体は簡単なもので後半戦に、 すぐ先列復帰したが、メディアを通じて、皮膚癌の検診を呼びかけた。また、少年時代は、カリフォルニア州オレンジ郡に住んでいたことから、ロサンゼルス・エンゼルスのファンであった。ありがとうございます。